で、今日のお話ですけれども、5項目ありますので、1番目谷間領域、あまり聞いたことがない言葉かもしれませんけど、まあ、言い換えると分子量が2万から5万ぐらいですね、領域の除去で、これに関して不均一再興モデル、高圧炉化におけるアルブミ損失、炉化量と膜選択、それから全希釈っていうのは炉化量が分かりにくいんで、小微の結晶炉化量というのはどういうものかという概念ですね。それから全希釈と5希釈の比較、それから因果電膜、それとあと臨床効果発現の基準についてお話したいと思います。で、これがまあ今日の講演のメインで、前半この部分に割きまして、で後半ですね、4つのトピック、未だに得られていないアルブミン除去のコンセンサス、アルブミンの代謝回転ということで、抜いても大丈夫ですよっていう、まあ、メーカーさんにとってもまあちょっと安心できるお話をして、それからあと HDF といっても万能ではないので、できないこともあるということも一応知っておくと、そういうことも整理して、そして、PS 膜ですね、PS 膜が今全盛なんですけれども、実は1990年代初頭というのは膜がいっぱいあって、その当時の臨床家の評判は必ずしもいい膜ではなかったんです。だけども、まあ、当時の中では除去特性が引いてたんで、まあ、悪い点は蓋をしてで突っ走ってきたというところがあるんですよ。それで、まあ、昔のデータなんですけど、封印したデータをもう一回引っ張り出してちょっとこう考察をしてみるということをやっています。それから、最後に、まあ、HD と HDF の最終決戦と書きましたけど、まあ、要するにどちらもまだ進化がいまいちなんですね。で、今後まあ進化していった場合にどうなるかということを、まあ、ちょっとこう考えてみるということを、まあ、やってみたいと思います。で、これがですね、アルブミン、アルファマイクログリン、ベータスミクログリンの、分子サイズを、もうこれ、本当のサイズですね。本当のサイズって、もうアルブミンと PD、アルブミンと、ベータスミクログリンだけが本当のサイズです。X 線解説で解かれているものですから、このオングストロームは合ってます。で、真ん中のアルファマイクログリンは私がモデリングしたんで、ちょっとモデリング の癖としてコンパクトになるんで、もうちょっと本当は大きいかもしれません。だけど、まあ、この程度の差しかないということはどうですか、皆さん驚きませんか。こういうのを分離しようとしてるんだから、やっぱりメーカーさんは大変だなと思います。で、実際ここですね、ここの間で分離をしようとするわけなんですけど、まあ、このアルブミンとベータ 2M の分離というのは割と簡単なんですけど、さすがにここはまだまだ難しいということですね。で、ベータ 2M とアルファ 1M も結構差がありますよね。で、これで見ると大して差がないように見えるんですけれども、で、実際拡散係数を測ってみてもですね、アルファ 1M はベータ 2M の 60-70% 程度なんですよ。だからもうちょっと抜けてもいいような気がするんですけど、やっぱりこのサイズがちょっと大きいというだけで立体障害がかなり大きくて、最高の中に入らないみたいなんですね。まあ、そういうものみたいなんです。まあ、こういうのも感覚的に知ってるとちょっと膜開発に生かせるんじゃないかなと思います。で、これは古いデータですけれども、横軸に溶質の分子量、縦軸にクリアランスを取って、ここが子宮体炉化ですね。それからプレの HF、 それから HD、 そしてポストの HDF というのをこう書いてるんですけれども、まあ、こういう曲線を取ります。で、基本的にはただクリアランスを取るだけだったらポストの HDF が一番いいんですね。で、ただここにやっぱり着目したいんですね、このよくわからない領域。そこをまあ細かく見ていきますと、まあ、実はこういう奇妙な現象が起きるんです。で、横軸は同じように分子量なんですけれども、今回縦軸は、子宮体炉化のクリアランスに対する相対値を取っています。パーセントですね。だから100というのは子宮体炉化のクリアランスと同じ値ということになります。で、そうやって見ると、ベータ 2M に関してはクリアランスはもう今子宮体炉化に匹敵する値になっている。これはまあ皆さんよく知っていると思いますね。で、実はアルブミンも匹敵する値なんですよ。例えば HD であれ、HDF であれ、アルブミンを6グラムとか7グラム抜く治療はありますよね。それは簡単にできるんです。ということはクリアランスというともう子宮体を超えてるんですね。で、ところがこの間が子宮体炉化に落ちる、負けてるんですよ。圧倒的に負けてるんですよ。で、そこがまあちょうど谷間になるので谷間領域って言ってるんです。で、それをまあ分子量1万から5万とか、まあ、2万から4万とか、まあ、この辺ですね。この辺をまあ谷間領域と私が呼んでるんです。まあ、私の言葉なので教科書に載ってません。それで、この今谷間領域ができるというのは非常に奇妙だと思うんですよね。最初の時は私はおかしいと思ったんですよね。普通はちっちゃいところからどんどん抜けていってなだらかに大きい方が抜けなくなると思ったんですね。で、その解析を始めたわけなんです。で、その時に、再興を分析するのに不均一再興理論というのを用いて、で、
穴が小さいのから大きいのまでありますね。でその分布を、まあ、ガンマ分布というので解析することにしたんです。で理由はこれ見ていただければ分かるけど、ガンマ分布というのは多少大きい方にゾロ引いてるんですね。正規分布は左右対称ですね。だから、まあ、ガンマ分布の方がいいだろうと思ったんです。で実は私はバックグラウンドが糸球体老化整理が専門なんで、糸球体老化整理の解析はガンマ分布を使うんです、まあ、だからガンマ分布を使ったっていうこともあるんですけれども、でこれで解析してみますと、まあ、このようにセルロースアセテート、セルロース取りアセテート、それから PS ですね、ブロードな PS、シャープな PS、まあ、いろいろ引けるんですけれども、この解析の要点としては、この、ここですね、この領域よりも大きな穴というのはアルブミンを透過してしまうんです。で、逆にこっちよりも小さな穴というのは、ベータ対も通さないんです。だから、この間に収めようというのが基本的な膜開発のポリシーですね、シャープな膜を作った、そういう意味なんですよ。でただ単純に平均最高半径をここで調節しちゃうと、このちっちゃな穴がベータ2M 領域にかかってしまって、ベータ 2M の透過が悪いということになってしまうんですね。でこれでなんか説明が簡単なようなんですけれども、実はこう細かく解析してみると、ベータ 2M とアルファ 1M とアルブミンの3社の実測データがありますね。古いケースというのは実測できます。でこれを説明するガンマ分布というのは存在しないんです。でこれは随分頭を悩ませる問題 でどういうことかというと、ベータ 2M とアルファ 1M のフリーケースを測ればそのガンマ分布を導くことができます。でそれで今度アルブミンのフリーケースを計算するんですよ。そうすると全然合わないんですね。実測と合わないんですよ。でそこで、まあ、困ってどうしようかなと思って、自分で勝手に新しい分布を作ってもいいんですけれども、それはやっぱりちょっとおかしいから、やっぱり二方性の分布を考えたんですね。で糸球体老化も糸球体規定分布も実は二方性と言われているんですよ。要するに大きな穴が存在するんです。で大きな穴っていうのは具体的に言うと、糸球体老化の場合はアルブミンガンマグロブリン全て通してしまうぐらい大きいんですよ。で、ダイアライザーヘモダイアフィルターの場合はそこまでは大きくなくて、まあ、基本的にアルブミンぐらいまでだったら自由に透過してしまうような巨大な穴、それをまあシャントポアっていうんですけれども、それがここにもあると。でこれ理論計算すると、まあこの程度ですよね。拡大しないとちょっとわからないんですけど、この二方性のこの部分がアルブミンの透過に影響してしまっているということを考えざるを得ないんですね。つまりこっちの分布だけでは説明ができないんですね。でそれで拡大してみると、まあ大体こういうふうにちょこっとここにあるわけです。でこの制御っていうのが実は生膜技術で非常に難しいんじゃないかなというふうに考えているんです。ただ単純にここをシャープにするとかいうんではなくて、一部ある小さな穴をどういうふうに巨大な穴をどういうふうに制御するか、これがまあポイントなんですね。で当然この穴っていうのはどうもやっぱりこの平均最高半径が大きいほど巨大な穴も副産物でできてしまうみたいなんですね。で平均最高半径が小さなヨーロッパの膜ですね、AN69 とかヨーロッパのポリスルフォンとはほとんどシャントポアがないんですね。だから小さくすればできるんですけれども、大きくしてどうやってこれを抑えるかっていうところは、まあ、非常に性膜上難しいというのが、この実測のデータと理論解析の照らし合わせて導かれる結論ですね。で、これが谷間領域を説明するCMAS なんですね。でこれは当然分子量が大きくなるに従ってクリアランスというのは、まあ、HD であれ、あ、ごめんなさい、戻さないと。HD であれ、HDF であれ、まあ、落ちてくるわけですね。で、谷間領域っていうのはこういう分布だったわけですね。ここのところが低かったわけですね。でそれを説明するのは、まあ、HD ではこう下がってくるんだけれども、結局ダイアライザー、透析においてもシャントポアありますから、除水とか内部ろ過とかでその巨大な穴を通る流速っていうのはアルブミンを含んでるわけですね。そうするとシャントポアでちょっとこの分ですね、漏れてくると。そうするとこの点線とこの紫を足し合わせていただければ、こういうふうに盛り上がりますよね。というのが実は谷間領域の発生するメカニズムだったわけですね。で全希釈 HDF というのはこの、谷間領域というのを多少なりとも浅くしてくれると、そういう意味において、まあ、今日では最も、糸球体老化に近いようなそういう進化系なんではないかなというふうに思います。ちょっと新しいことで分かりますか、シャントポアという概念と谷間領域というのはあんまり学会で言ってないんで、というかもう何ていうかな、5年前はもう私はちょっと浮き始めてたんで、あんまりそういう話はしなかったんですね。でそのままちょっと去っていきましたんで、初めて聞かれる方も多いと思いますけれども、まあ、そういうことを考えてました。で HD の除去原理っていうのは、
結局拡散内部ろ過、これはもうちょっと区別できないですね、今 あの分けられませんか、不可分ですから、それプラスシャント流というので説明ができると。それから、誤記作 HDF はさらにあの濃縮効果というのがあります。で、どん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 ろ過をかけますと、あのヘモダイヤフィルターの中で血液は濃縮されます。そうするとアルブミンも濃縮されます。でさらに膜面では濃縮が進みますので、まあ、それで誤記作ではかなりアルブミンが漏れてくると、そういう現象が起きるわけですね。まあ、そういうふうにあの HG の特性、それから誤記作 HDF の特性っていうのは、分けた異なる原理の加算で説明することができると思います。で結局、これが先ほどのグラフに戻りますけれども、この緑が全希釈 HDF ですね。それからこの赤が HD ですね。まあ、最も進化したそれぞれのものなんですけど、やはりこの中間領域、谷間領域においては、まあ、全希釈 HDF の方が優れているということで、まあ、ここがやはりHDF のメリットの一つではないかなというふうに思います。でただアルブミンを抜くだけだったら、どんな手法治療でもできると思います。ただ分離を良くするということを考えた場合には、やはり全希釈 HDF が一番いいということになります。でこれはアルビンのフリーケースが、まあ、劇的に変化するということを横軸に、結晶流量に対するろ過分率ですね、だから、まあ、結局ろ過速度と考えていいわけですけれども、どんどんろ過量を増やしていった場合にアルビンフリーケースはこういうふうに上がっていくと。で指数関数的に上がるというところがポイントで、濃縮効果が原因であれば当然、ろ過量に応じてろ過分率に応じて上がるわけですから直線になるはずなんです。ということは濃縮効果以上のものが起こっているということが、推定されるわけですね。でそれが何かというと、まあ、大きく3つあります。で1番目に膜面のゲル層の形成の促進と圧密化という現象ですね。これがそうですね、ろ過をかけていくとこうアルミミンがここに阻止されますので濃度がこう上がっていくわけですね。でどん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 ろ過をかけていくとこれが上が濃度が上がっていってある程度以上になってくると、まあ、分子相互作用を起こすようになってゲル化していくんですね。でそのゲル化していったものがさらに圧をかけていくと今度はゲルの、まあ、厚みが増して、でさらに今度はコンパクトに、圧縮されるというんですかね、濃密化していくような現象が起きます。でそういうようなことが起きるとアルビンの損失が、まあ、上がっていくということです。それから2番目には圧をかけると、まあ、中空子が若干だけど膨れるんですね。中空子っていうのはやはり粘弾性を持ってますので圧をかけるとちょっとだけ風船が膨らむみたいにちょっと緊満するんですね。でそうすると当たり前ですけど中空子ですから、緊満すれば最高の K は当然伸びるわけですからちょっとだけだけど、まあ、ナオングするのか広がってしまうということが起きるわけですね。それから3番目にはさっき言った濃縮効果ですけど直線的な関係ないわけですから濃縮効果以上に1番と2番が効いているということがお分かりいただけると思います。でどっちが効いているかというのは条件次第ですね。でガンガンろ過をかけていった場合には1番が効く。で、それほどろ過をかけてないのに、まあ、たまたまなんか静脈の流出量が、狭窄してて圧が上がったとかいう場合は、2番になるのかな。そういうようなことが、まあ、起きるということで、やはり膜っていうのはそういう伸び縮みをするし、で今度はろ過現象っていうのはこういうダイナミックに変化しますから、やはりそこが、まあ、HD と違って F の面白さであるわけですね。こういうふうにこういった現象を知らないと HDF を使いこなすということはできないわけですね。でこれが、まあ、圧をかけた場合にちょっと中空子が伸びたら内径が伸びますよと。そうするとポア分布もちょっと右方シフトしてしまうと、そういうことを説明しているわけですね。で次にろ過速度について考えるわけですけれども、当然ろ過速度を増やしていけばどんな膜であれ、まあ、アルブミン損失というのは増える傾向にあるわけですね。だから、まあ、アルブミン損失を一定に抑えるためにある程度にろ過速度を抑えるというのが、まあまあ、通常やり方だと思うんですね。だけどなんかそれはおかしいと思いませんか。臨床家任せ で本来はこういうろ過量の治療をやるからこういう膜が欲しいというのがあって、それに合うのを製品を出してくるっていうのが、まあ、あってほしい進化系なんですね。だけど、まあ、現実にはそこまでいってないと。で、まあ、私はここの領域ですね、ないところですけど、ここの領域の膜があったらいいなと思ってたんです。で残念ながらこれは今でもないと思います、ここの領域。つまりどういうことかというと、ろ過量をガンガンにとってちょうど4グラムぐらいのアルブミン損失になるような膜があったらいいということですね。そういうのがまだないということを言ってるわけです。で
全希釈モードっていうのは、あのろ過速度っていうのは分かりにくいんですよ。でこれは意味がまた血流によっても変化するんですね。でそれであのちょっと血流が200、250、300の時に、ろ過速度をこう取っていった場合に、それが、まあ、5希釈に相当するというわけじゃないんですけど、正味のろ過速度としてどうなるかっていうのを引いたグラフなんですね。でこういうふうにあの、全希釈の場合は血流が多いほど正味のろ過速度は同じろ過速度でも上がります。血液が濃いわけですから。で5希釈 HDF の場合は関係ありません。血流が300であれ200であれ、ろ過速度が80であれば80の価値なんです。ただし、5希釈の場合は血流が少ない方が濃縮効果が高くなるので、場合によっては5希釈の場合は血流が低い方が効率が良くなることもあるんです。だからあの大分子除去に関しては、まあ、そこもまたあの細かい現象なんですけど、あの濃縮効果というのはそういうふうに効いてくるわけです。で、あのこれがあの全希釈の場合のグレードを分けに私が使っているやつで、正味の結晶ろ過流量が90から110ぐらいがあの全希釈の場合モデレット、中間的、まあ、標準的っていうのかな。でそれ以下はまあマイルドで、110を超えたらアグレッシブ、まあ、こういうふうにあの分類しています。で大体あのここら辺りでマイルドの上からモデレットあたりでやってるんじゃないですかね。で私はもうガンガンにモデレットでやってました昔から。でただそうすると透水性が足らないマークが多いんですね。でそこがまあずっと不満だったわけなんですけれども、で覚え方としては、血流が250でろ過速度200っていうのがちょうどマイルドとモデレットの中間ぐらいですね。それから、アグレッシブになると血流300で、ろ過速度を250ぐらい取らないとならないから、かなりアグレッシブというのはなりにくい。でそれができる膜は今のところないと思います。計算法は簡単です。あのここに書いてありますよね。あの正味のろ過速度というのは QF に QP というのは結晶流量ですね。血流じゃなくて結晶流量で、それを、結晶流量足す QF で割ったものという簡単な計算式で出すことができます。でこれはあの、意義はですね、結晶に存在する溶質で古いケースが1のもののクリアランスと同じになります。そういう定性的な意義があります。でこれで比較すると、全希釈におけるろ過速度の比較がしやすくなるんですね。で要するに血流が変わるとどっちが過激な治療をやってるかって A さんと B さんが比較できないわけですね。それを同じこの物差しで比較すればできるということですね。で、すみません。で先ほど の、まあ、あのろ過速度のところは、そうですね、5希釈でもやはりあるんですね。マイルド、あのモデレットっていうのがあって、でこれがあの、私が考えるランク分けですね。で5希釈だとだいたい15から20リッター、それから20から25リッターで、まあ、分けた A、B 膜という2つの膜が必要だと。でこれはやっぱりあの違う膜じゃないと最高特性変えないとアルビン素質が変わってくるからですね。だから別物じゃないとダメです。で同様に全希釈でも C 膜と D 膜という2つの膜が必要なんです。当然あのそれぞれにおいて大量液置換する方が最高半径は小さくないといけません。でこういうまあ序列になるわけですね。で、まあ、このようなものをまあ期待しています。でこれがあの、ろ過をやるならという治療条件のまあ目安ですね。これぐらいはやってほしいというのなんですけれども、ランクでいうと5希釈の場合は 75mg/min までがマイルドになります。で、それを超えて90までが、モデレット、それから90を超えるとアグレッシブですね。でおそらく日本にはまだ90を超える、透水性を持つ膜はないと思います。でかつてこれはヨーロッパのポリアミドとかはこれが可能でしたね。でポリアミドっていうのは穴は小さいのに透水性それぐらい高かったんですね。だからそういうのを見てたら、僕は簡単に穴が大きくて透水性が高い膜っていうのは出てくるもんだと思ってたんですね。だけど結局は何年待ってもそれを超えるような透水性の膜は出てこなかったっていうことですね。でそれがまあなんかあの1990年代初頭から今日まで HDF がちょっとこう停滞しているように見える原因じゃないかなと思いますね。だからどういう膜が必要かということで、そのポリ数法の場合ちょっと透水性が足りないんですよね。今一つあのろ過をやるものにしては面白くないんですね。あのポリアミドとかパンを知っているものからすると物足りないっていうのがあるんですね。で確かにまあそれなりに除去特性はいいんですけどね。で全希釈の場合は先ほどお話ししましたように90から110がモデレットですね。で分かりにくいんですけども、さっき言いましたよね、250の200でしたかね、があのこの境界あたりだということで、だいたいそういう標準治療になってるんじゃないかなと思います。それから全希釈法の利点ですね。これもあの先ほど桜井先生がたくさんお話しされましたね。であのいろいろありますけれども、この
多分ですね、歴史的に普及していったのはこの星印の3点だと思うんですよ。TNP が5希釈よりも安定すると、ちょっと血流不良になったら5希釈がピピピピになるんですね。でも全希釈はちょっとダグがあるんですよ。でバッファー的な機能があるんで、それとあと、突発的なアルブミン損失が起こりにくいということ、先ほどゲルの分極とかゲルの厚密化とか、あるいはちょっと中屈指が大きくなった場合にちゃんとポアから大量のアルミニウムを向けるという話をしましたけれども、それは5希釈の方が大きいわけですね。でそれが嫌だったということ、それからやはり、20から40キロダルトンの分離が良かったということだと思います。でそれから生体特有上の利点というのも先ほど桜井先生がお話になりましたね。でこれは私がやってた当時は、全希釈と5希釈を比較すると全希釈がいいというデータと変わらんというデータと、先生のお話と同じです。5希釈のがいいというのはあんまりないんですけど、ただちょっと確信を持って言えるところまではなかったんですけど、この星印の3点は間違いなく言えると思います。でただですね、5希釈はですね、欠点がそういう悪いところがあるんですけど、いいところもあるんですね。皆さん忘れてるけど、ベータ2M クリアランスっていうのはあらゆるモードの中で最高なんですよ。でこれはもうちょっと工夫していくと、むしろ2万ぐらいまであたりは最強になっていく可能性があるんですね。ただシャントポアの制御がまだできてないんですね。そういうポアがないから5希釈っていうのはいまいち義務化されないんですけれども、膜が変わってくるとまた変わってくる可能性はあるんですね。でこれはちょっと一般的な現象ですけれども、膜面にゲル層が形成されてしまうと、ここに例えばアルブミンの層ができちゃうとアルブミンの見かけのフリーケースは上がるんですよ。ところがこのアルブミン層というのが新たな膜抵抗になってアルファ1はちょっと弾いてしまうと、でそういうことで両者の分離は悪くなる傾向にあるんですね。でそういうのも知っとかないといけない。時々ろ過をかけたのにアルファ1が落ちちゃったとかいう人がいるんですけど、それはよくあることなんですね。でただですね、私自身は全希釈がメインになるのは構わないと思うんですけれども、5希釈 HDF を駆逐するのは賢明じゃないと思ってるんですよ。やはり残しとかないといけないと思ってるんですね。で一つはやっぱりそういう技術を引き継いでいかないといけないというのもありますし、臨床効果の劣等性はないんですよ。で臨床効果の劣等性はないというのは臨床効果は5希釈が負けるということは全くないんですよ。でただアルミン素質が大きくなるから嫌われるというだけで、臨床効果だけならなんていうかな、本格的にやれば5希釈の方が高いんですよ、やっぱり。でそういうことをやっぱり忘れてはいけません。それからもしシャントコアがないヘモダイアフィルターが登場すれば、今までの既存の概念は覆るということですね。5希釈も結構いい治療で分離が良くなるということがあるんですよ。でちょうどシャントポアがないものでガンガンろ過するとアルブミンが漏れずにアルファ1が濃縮効果でどんどん抜けるということが起きてくるんですね。でそういうことで必ずしも悪いというわけではないんです。それからあともう一つの利点はですね、5希釈というのは血流を上げていったら上げていっただけろ過がしやすくなるんですよ。だけど全希釈の場合はそうもいかないんですよ。300の300というとヘモダイアフィルターの入り口に600入るんですね。結構これはすごい量が入って圧も上がるんですよ。そうするとこの圧が上がりすぎることが先ほども言ったいろんな現象を起こしてきた、例えば中空子が弱いもので、なんていうか粘弾性が強くすぎるものありすぎるものは広がっちゃうとかですね、そういうことも起こっちゃうので、やはりこれも開発上考えとかなきゃいけないポイントではあるんですね。であと、もし将来インカ粘膜というのが登場したら、ひょっとするとまた5希釈がリバイバルがあるかもしれない、いずれにしてもそういうことで全希釈がメインになるのは当然だとは思うんですけど、駆逐は滅ぼすのは やめてほしいというふうに思います。であとはこれは下電膜の話なんですけど、下電膜っていうのは、表面が緻密層があって、その下に下電層があるということなんですけれども、大事なポイントは陰下電膜というのは超大口径膜だということなんです。下電がなかったらアルブミンもじゃじゃ漏れのようなものに下電をつけて、分離を良くするというそういうような膜であるということですね。これが出てくると先ほどの谷間領域っていうのもなくなってくる可能性があるわけですね。そこまでいかないと谷間領域っていうのは解決できないかもしれません。でこれはその条件ですけど、分核分子量は80キロダルトンですが、かなり大きいですね。で表層からスオングストローム膜の内部にインカデンスを作ります。でこういうふうな設計で分離が可能になるというものですね。であと HDF の臨床効果発現のメカニズムを説明する概念、
でこれはですね、昔僕はものすごく頭を悩ませたんです。なんで HDF はそんなに効くんだろうかっていう、で当たり前と思われるかもしれないけども、あのアルファ M の除去率でもせいぜい30から 40% です。でしかもそれ間欠的な治療で大した時間じゃないんですよ、それ下がってるのが。それでなんでそんな効くんだろうっていうのが、あのなんていうかな、不思議 で僕自身はデータ見てて、あのオンライン HDF を始めた時にこの程度で世の中をなんていうかな、世の中にメジャーになっていけるんだろうかって不安だったんですね。だけどあのやってるうちに臨床効果の方が一人歩きしてどん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 普及していったっていう事情があるんですけど、僕はずっと悩んでたんですね。でそれでその時に考えてたのが、まあ、息継ぎ効果、スイッチオン効果、揺さぶり効果、オーバーシュート変異とか、なんかあまり聞いたことがないようなことですけど、図で見るとすぐ分かります。でこれがですね、あのアルファ 1M の、作用で、まあ、あのまだ尿毒素としてはエスタブリッシュされてないけど、私は尿毒素でいいと思ってます。どうするかというと、これ人の骨格筋細胞に、アルファ 1M を振りかけると濃度依存性に増殖を抑制していくんですね。ですからこれはもう立派なそういう尿毒素の作用だと思っています。でこれは、うん、なるほど、アルファ M はあの悪いなと思ったんですね。ところが、抜いてみると、あのベータ2は確かにこれほとんど正常まで下がるんですよ、治療後に。だけどアルファ M はせいぜい 30% 40% と、まあ、この程度なんですね。でそうするとこの濃度っていうのをこっち側に引き離してきますと、こっちはインビボで、こっちは臨床で、こっちはインビトロですけれども、まあこの辺りになるんですね。でそうするとまだまだ抑制が効いてるようなレベル で大したレベルじゃないと僕は思ったんですね。だからこれはいかんと、まだまだもっとやらなきゃいかんと思ったんだけど、症状は改善するんですよね。でどん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  HDF がいいって言って一人歩きしていったんだけど、なんでだろうかっていうのはすぐに頭を悩ませてたんです。でこれはあのベータ2M なんですけど、濃度が下がるといってもこういう動きなんですよ。あの青が結晶で赤が間質ですね。で確かに治療後は下がるけど、もうものの何時間かで上がるんですよね。でこんなふうなことを繰り返してて、この程度 HDF って言ったこの程度なんですね。でさっき見たようにアルファ M に至ってはそこまでも下がってないんですね。でまた短時間で戻っていく。でなんでこれであの効果があるんだろうかと。でどうやっぱり考えても、まあ、前の濃度よりはもう一時的にもいいから下がることが効果があると考えざるを得ないんですね。でそれでそれを、まあ、息継ぎ効果と言うんだわけですね。皆さん泳ぐときにほとんど顔は水につけてますよね。で一瞬顔を上げて息継ぎして、それで生きていけるわけで、泳いでいけるわけですね、まあ、それと同じような意味で息継ぎ効果っていう名前をつけたわけですよね。だから、やっぱり5の濃度を、だから、まあ、桜井先生はこだわっているように除去率でいいと思うんです。除去率っていうのがこの息継ぎ効果の背景にあると思うんですね。から揺さぶり効果仮説っていうのは、あの、まあ、これがあの炎症、こちら炎症の軸だとして、まあ、通常だと世界さんはこういう炎症が高いレベルでこう行ったり来たりしてるんですね。でそれをとにかくガンとやる、治療はガンとやる。そうすると、まあ、これを超えてある安定状態に行くんですね。だからあの HDF を本格的にやっておられる人は経験するんですけど、やっぱり一発目が一番効くんです。あの初回っていうのが一番効くんです。で大体何回かやって効かなかったらあまり効かんかもしれんというふうに思うぐらいなんで、それはおそらくこういう揺さぶり効果でガンとやるっていうことが大事なんだろうと思います。でそれを、まあ、こういう名前で呼んだわけですね。で次にあのオーバーシュート変異とか離散的安定状態仮説っていうのは、あのちょっとこちらで見ましょうか。これがあの慢性炎症の場合の通常の状態なんですね。でそれを先ほどのようにガンとやりますと、大したことやってないのになんか平衡が移動してなんか痛みが取れるというものがあるんですね。でところがあのちょっとこう油断しているところが元に戻ったりするんですけれども、まあ、こういうふうにあの安定状態というのはどうもその連続的じゃないんですよね。なんか聞く人ははっきり聞くと分かるんですね。で再発したらまた再発したではっきり分かるんです。だけどまた再発した状態っていうのが、元には戻らなかったりとか、まあ、不思議なことでそういう離散的なある状態になるみたいなんですね。でそういうのがやはり HDF の目に見えた効果というか、そこに今人が飛びついた理由があるんじゃないかなというふうに思います。で私はあの HDF の効果は標準からコマだと思ってるんです。で大したことはないと思ってたんだけれども、まあ、偶然ですね、急激なこの濃度変化というのとので、まあ、あのそれがいい影響を与えたんですね。あの症状改善には全治の維持レベルよりも一過性でもいいから、とにかく除去率5を下げる、いきなり下げると、その変化がどうも大きかったんですね。でそういう偶然があったから HDF は臨床効果があったんじゃないかなと思います。でだって糸球体とかっていうのはその先ほどの α m にしたって、
10ミリグラムパーリッター程度のところでずっと維持してるんですよ。で HDF やったって言ったってその110がですね、先生90とかそんな程度しかならないんですよ。でそれでも効くっていうのはなんか 変だなと思ったんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、濃度の揺さぶりっていうのが大きいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こうしたあの幸運がですね、僕は HDF 復旧を促進してきたと思います。で、まあ、それはでも効いたんだから臨床的には正当な評価だとも言えるんだけど、あの理論家としては除去理論的には過大評価だと思ってるので、ね、だからこの気持ち悪さを早く埋めたいと、もっともっと除去特性を良くして本当にいいものにしていきたいっていうのがあるんですね。だからそういった考えで先ほどの谷間領域を埋めたいとか、もっとあの改良、あの膜を改良したいと、ダポリスルファー等水性が不満だとか、シャントが存在するのが不満だとかいうのを持ってるわけですね。でそれに関しては全く進歩していないと思います。はっきり厳しいこと言いますけれども、というのはそういう観点を持って開発してないんじゃないかなと思うんですね。だからぜひそういうことを理解していただきたいと思うんですね。でとにかく超大量液置換が可能なものを作ってほしいと。やっぱり今の膜で超大量液置換やったらアルフィンがじゃんじゃん抜けちゃって、ちょっとそれじゃ持たないっていうのがあります。とはいえですね、アルミンに対する考え方も我々は変えないといけないんですね。で、これはあの、子宮体のマイクロパンクチャーですね。あの細い管を刺してで液を採取してどれぐらいアルビンが漏れているかっていうのを調べたものです。で従来ですね、生理学の教科書では、0.0062 ぐらいだから、これより1桁多いのが報告さ教科書に書いてあるんですね。でどうしても僕はそれが腑に落ちなかったんですね。それで計算数は合わないんですね。だけどあのこういう 0.00062 だったっていう、あの、まあ、これ日本人が出した文献なんですけど、これを見つけたんで、あこれはいいと思ってこれを使ってちょっとアルビンの簡略2プールモデルっていうのを立ててみました。でアルブミンもあの結晶と間質に分布しますんで、まあ、2プールになります。でこちらでやり取りして、で漏れていったものはリンパで戻ってくるというような、まあ、そういうようなモデルですね。で酸性があって、あと内因性の利用があって、であと子宮体ろ過のクリアランスですね。で当然これクリアランスありますけど、一旦あのろ過はするけど尿細管で再吸収して代謝してもう一回栄養素として使うわけですね。でそういうのがアルブミンの動態ですね。でそれをあの先ほどのマイクロパンクチャーの、値ですね、 0.0062 ですか、これを使って、あとは、あの報告されている、まあ、イスタブリッシュされた値がありますから、それを使って計算してみるわけですね。そうすると、まあ、あの大体の濃度をちょっと揺さぶってもちゃんとあのこれ正常人ですから、結晶が 4.7 で間質が 1.5 落ち着きますから、まあ、それなりのモデルになってて、でこれで結局何をしたかったかというと、私はアルブミンの半減期を求めたかったんです。でこのモデルが正しいんだったら、あの言い換えると先ほどの 0.0062 ですか、ちょっとゼロの書き間違ってるかもしれないけど、それが合ってるんだったら半減期がちゃんと計算したら合うはずなんです。でそれをやってみたら、ラジオアイソトープであの報告されているのがだいたいこの辺ですかね、15とか20あの18日とか言われてるんですけど、この私のモデルでやったら19日なので、まあ、大きく狂ってないから、やっぱりさっきのモデルは正しいんだろうとなります。じゃああのモデルが正しいとなるとどういうことが言えるかというと、ここです。1週間に換算すると正常人では28から35グラムのアルミンを回転させているということになるんです。でそれはやっぱり必要だからさせている可能性が高いわけですね。でこれをまあ1週間であの透析でやろうと思ったら、1回9から11グラム抜いたらそれと同じっていうことなんですね。だからまあそこまでやる必要があるかどうかわからないけど、まあ、それぐらいやったって責められはしないだろうということが言いたいわけなんです。だからあのどうしてもあのメーカーさんとしてはあまりアルミ漏れるのは批判されるような気がしますけれども、やはりあの学会サイドとしてももう少しこうアルミ損失の意味をどういうものかということを論理的に説明してですね、あの普及させていく必要があるんじゃないかと思います。で先ほど桜先生のお話した、いまだにヨーロッパではアルミン損失に関してアグリしないという方がいるわけですね。だからこういうまあ理論モデルというのも出していって、正常の子宮体はこうやってるんだということを言えば、まあ、少しは引っ込むかもしれないので、まあ、少なくとも日本はそんなに難しいところじゃないと思いますから、ということで、まあ、安心して漏らしていただいて結構だということですね。であとこれはあのアルミンの分子の中にあの古いのとか新しいのとかいっぱいあって、でこれを選別して古いのだけを除去できたらいいんですけど、そういうわけいかないので、もう無差別にろ過して回転させているということです。で私たちもそれをしないとしょうがないということです。だからやはり代謝回転は必要だということですね。であのアルブミンの損失ばっかりあの皆さんは言ってるんですけど、私はアミノ酸損失の問題だと思ってるんです。
で、これがHD、ご希釈 HDF、延線希釈 HDF、HDF ですね、ここは。で、これ HF は全希釈 HF。で、CPD の、アミノ酸損失とアルブミン損失を並べて書いてあります。で、ご存知のように、CPD はアミノ酸損失はそうでもないんだけど、アルブミンは1週間に 40g ぐらいでいける。まあ、30g と報告している人もいますけど、これぐらいでいけるんですね。でもそんなに HD と比べて栄養が悪いというわけでもなくて、でそれはだから当然アミノ酸が少ないからトータルしたらまあそれほどでもないんですね。で極弱 HDF なんていうのはもうアミノ酸がすごく漏れて、それでアルビンばっかり言ってるけれども、で実はこちらの方も問題だということですね。だからそのアミノ酸っていうのは KT をオーバービーの KT ですね、 KT にかなり影響されますので、血流が高いとか時間が長いとアミノ酸がどんどん漏れるんですよ。それから体が大きい方が漏れます。逆なんですね。 KT は V ではないですよ。だから KT なんです。で体が大きいと筋肉からどんどんアミノ酸が出てきますので、たくさん抜けるんですね。でそういうこともやっぱり配慮しないといけないですね。さあそれで要するに透析の以下更新というのは筋肉からどん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 アミノ酸が透析中に溶けてく漏れてくると、流出してくると。で、それがもう1週間に 30g を超えると。で絶対透析後に筋肉減ってるんですよ。でそれを果たして戻せるかっていうことなんです。で戻せない要因がタンパク質摂取不足とかエネルギー摂取不足とか運動刺激の不足とか炎症とか手術とかいろいろな要因があって戻らないから、結局これ計算するとこれは平沢先生からもらった値です。1日に 0.3 から 1g 筋肉が減るんだそうです。でこれはちょっとそのまま計算していくと10年で1から 3.65kg になるんで、やはり長期合併症としては無視できない量だということですね。そういうことを考えると、やはりアミノ酸損失の方にも目を向けて、なんかアルブミンというのは私にとっては小さいように思えるんですね。で、標準化はアルブミン 4g、だんだん強気になってきて、とうとう昔は控えめに 4g ぐらいまでって言ってたんですけども、今や 4g を標準にしたらどうかということを言ってるわけですね。で、先ほどのモデルが大体妥当だと思ったんで、9g は抜いても責められやせんぞと、その患者さんが耐えられるんだったらですね、大丈夫だという論理的根拠を持ったんで、ちょっと急に強気になってこういうふうに言ってるんで、これはちょっと変わりましたね。5年前と言ってることが変わって、ちょっとそういう子宮体老化の文献見つけたんで、モデリングやり直した結果なんで、そういうちょっと違うことを言います。であとあまり時間もないのでざっと流してお話しますけれども、HDF で全てが解決するわけじゃなくて、やっぱり解決しないものもあるんだということをちょっと若干整理しておきたいんですね。で腎不全というのは当然蓄積症なんですけど、ホメオタスタシスも障害されるし代謝も障害されるんですね。でこの蓄積症のところを我々は扱ってるんで、どうしてもやっぱり代謝のところっていうのはほったらかされがちだということですね。でホメオスタシスっていうのは電解質とか、酸液傾向とか体温とか体液量とかいうのは分かるんですけど、それ以外にもエネルギーとか酸化還元系とか、あるいは情報伝達、そういうのもあって、でそういうのがなかなか透析では治せないと。で治せないものをいくつか挙げてますけど、弱点ですけれども、細胞増殖抑制状態、これは筋肉、心筋、骨髄、皮膚全部です。から免疫抑制、似てますね。免疫細胞に抑制がかかればそういうことになるかもしれません。から異常な白血球、亜集団の存在、からシグナル伝達の混乱、から劣化分子の割合の増大、これはちょっとアルビンもそうですね。からあとミトコンドリアの代謝障害、から毒性基地が低いか反応連鎖する分子による障害、から腎極剤代謝酵素依存性の代謝経路の障害、こういったのはまだまだ解決されてないんですね。でそれぞれの背景の原因としては、除去性能が不足だからか、あるいは時間が足りないからか、あるいは除去とはもう関係ない腎代謝の問題かというふうにもうこう分けて書いてあるんですけど、私たちが扱えるのはどうしてもやっぱり1とか2とかいうところまでなんですね。3はもうちょっとどうしようもないんで、だからその少なくとも1、2のところだけは頑張りましょうということですね。で当然3になると透析ではどうしようもないんで、薬物療法とかバイオ技術とかいうのを使っていかないといけないんですけど、とりあえずそれ以外のところは、HDF とか、時間とかインカデンマークとかいろんなことをやりながら、解決していこうというのが今後の今 の, 透析コミュニティに置かれている状況なんじゃないかなと思います。で、筋肉の問題ですね。ちょっと幅を広げましたけど、筋肉の問題に関して言えば、どうすればいいかというのはこれなかなか難しくて、その古典的な基準っていうのはこうあるわけですけれども、
未だにこれは解決されてないですね。その残念ながらその HDF をやったけれども20年とか見てないんで HDF で筋肉量がどうかっていうところまで私は知らないんですよ。だけど、まあ、聞いたかどうかっていうとちょっとあんまり自信がないというのが率直なところ で、やはり何かを考えてプラスアルファを考えてみないといけないと思います。それで古典的な基準にプラスアルファして細胞分裂抑制状態とミトコンドリア障害と2つ挙げているんですけれども、この細胞分裂抑制状態っていうのはひょっとすると HDF で変えれるかもしれない。なぜかって言ったら細胞の増殖が良くなるからですね。でミトコンドリアっていうのも体の中で細胞の中で1ヶ月寿命が寿命なんですよ。でどんどん分裂して世代を変えているんですけれども、分裂抑制状態っていうのが古いミトコンドリアを増やしている可能性があるんですね。でそれをひょっとすると HDF は戻しちょっとでも戻せるかもしれない。だから全然データはないです。これ仮説的な話です。それからあと古典的なところでやらなきゃいけないのはやっぱりアミノ酸喪失の問題だと思います。これがやっぱり筋肉が減っていくのの一義的な意味がありますので、これを解決しないってどうしようもないんじゃないかなと思います。そこでまあやっぱり透析液にアミノ酸を添加すると、それからあと透析中にアミノ酸を補充するっていうのでもいいですけど、まあ、ちょっと面倒くさいからやっぱり透析液にアミノ酸を添加するっていうのが一番いいと思います。あ、それからアミノ酸はですね、報告者によって値が全然違いますよね。で私の報告がちょっと多いんですけど、それは測ってる項目が多いからです。でアミノ酸というと普通皆さんタンパク質の構成成分である20種を考えられると思いますけれども、実際は20種以外にも体の中にいっぱいアミノ酸あります。だからたくさん測れば測るほどアミノ酸の損失量は増えていきます。全部測ればひょっとしたら 20g とかそんなになっていくかもしれないですね。でやはりそれは問題だというふうに考えています。であと PS の問題ですね。で PS はちょっと批判的な立場からちょっと言ってみたいと思います。で、まあ、これちょっとディベート的にそういう立場に立って言ってるということで、どこまでが本音でどこまでが本音ではないかは皆さんが想像してください。で独断を恐れずに述べるなら HDF の黎明期90年代初頭に多種類存在した膜素材の中で PS 膜の素材としての評価は芳しくなかった。でこれは私だけじゃなくて皆さんそうだったんです。でなぜか、で除去性能のデータが優れる割に臨床状態がそれほど良くはならない。良くはなるんですよ、でもそれほど良くはならない。それからあと副作用が多い。でところがですね、まあこういったのを証明するっていうのは意外と難しくて、でそのうちになんとなく除去特性データが学会で幅利かせますから、まあ、そちらの方に目がいって PS 全盛時代に移っていくんですよね。でただですね、これは昔のデータなんですけど PAN22TX 懐かしいでしょ。それとあと PS1.9UW というこの黎明期の HDF になってた2つの膜なんですけれども、こちらの軸に α1m 除去率で、こちらの軸に β2m 除去率ですから、どうなるのかな、一番奥が一番除去率が高いということになるのかな。で一番手前、ここが一番悪いんですよね。でこの対極の向こうがいいわけですね。でそういうふうに見ていくと、やはり PS の方がどっちかといったら奥の方に行きますよね、除去特性高いから。で、PAN の方がやっぱ手前に来るんですね。でただ、α1m に関しては、まあ、PAN も PS と、まあ、A 照合していると。で、ベータ線も全然かなわないと。で、ところが、この臨床改善率ですね、でそれが、ちょっと症例数が少なくて分かりにくいんですけれども、この非常に有効率が高いのをこう黒抜きで書いてます。10例中8例とか、6例中5例とか。でこっち PS の場合は5例中4例と高いのはここだけなんですね。ところが PAN はそれほど除去特性高くないのに効くんですよね、改善効果が高いんですね。これはみんな知ってたんです当時。だからその頃やってた人っていうのは PAN を捨てない人も結構いたんですね。でもっと遡れば PAN はプッシュプル時代っていうのがありましたね。であれもなんか全然なんか除去特性悪いのに臨床効果いいからあれだけまあちょっとこう盛り上がったっていうのがあるんですけど、でこういう大事なことがあったんだけど全然突き詰めなかったんですよ。もう突き詰める暇もなくなんか突っ走っていってしまったっていうのがあって、でただその当時言われてたのが PS は PS かあるいは PPP が何か生体不適合で悪さをしてるから効果を相殺してるんじゃないかっていうのもまことしやかに言われてて、それからあとパンでは吸着が効いてるんじゃないか、で水系の透析性はパンの方がいいんですね、 PS より圧倒的にいいんですよ。だけど血液で使うと PS の方が高くなって明らかに吸着をしてるんですね。でそういうのもあるんじゃないかと。であとは先ほどのグラフで見て分かるように塾のバランス説ですね、先生がずっと言われてますね、バランス でこの場合はちょっとアルブミンがターゲットじゃなくてもっと小さいベータ2とアルファ M のバランスという意味で、
PS はちょっとやっぱり1万領域がよく抜けすぎて2、3万がおろそかになると、でそういうようなところに問題があるんじゃないかとか、あるいは果てはパンは一部細胞までくっつけたんじゃないかと、まあ、確かにそういう傾向あったんですけど、どういう細胞くっつけたかちょっとわからないんですけれども、まあ、いろんなことが言われてたんですけれども、まあ、誰も証明する間もなく亡くなってしまったっていうのがあるんですね。でなんとなく PS しかなくなっちゃったから、まあ、PS で比較する時代になっちゃったわけなんですけれども、まあ、本当にそれでいいのかなというふうにはいつも思ってます。であともしパンのいいところが吸着によるんであれば、膜の作り方として、まあ、表面にですね穴を大きくして吸着層を作って、でその下に支持層を作るような形にして、で果てはここに、まあ、家電をつければもっといい膜ができるというそういうようなデザインもありますよという、そういうような話ですね。先ほどのインカ電膜は今ここにインカ電があったわけですね。でそれをさらに表面でちょっとこう吸着をするということですね。ただ吸着と生体不適合反応というのは裏と表ですから、諸刃の剣みたいなものですから、今そこは難しいですけども、で私はですね PS マーク全盛時代は永遠に続かないだろうと思ってます。今は全盛時代ですね。だけどまあ、PVP 問題はつきまとうし、PVP が体の中に入っているのは皆さんご存知ですよね。でただそれが悪いかいいかなんていうのはあまり突き詰めて考えてないし、で一応 PVP は代用結晶でも使われてたから大丈夫だろうって言ってるけれども、その死にかけた人間の代用結晶と代用結晶に使うというのと慢性に付加するということはまた意味が違うから、それはないならない方がいいわけであって、まあ、この問題っていうのはやはり避けてはいけなかったんではないかなと思ってるんですね、私自身は。でもしその PVP の問題を PS マークが解決できないんであったら、ひょっとすると PS マークはその他のマークに取って代わられる可能性だってあると思うんですね。で、まあ、PS が唯一優位性を示しているというのはやっぱり他のマークを圧倒するような圧倒することと除去特性ですね、最高特性とコストで圧倒することしかないような気がするんですね。それができなければなんかやっぱりひょっとしたらこれ今が全盛期だからちょっとずつ削られていく運命にあるのかもしれません。メジャーな膜であり続けるかもしれません。だけどちょっと分かりません。それからあと次にインカ粘膜というのが開発されたとしたら、それの材質が何かですね、それが何かによるというのも大きいと思いますね、 PS の運命というのが。はい。で最後にですね、 HD と HDF のがそれぞれどういうふうにまあ進化するかということを簡単に述べますけれども、まあ、HD はやはり拡散ですから、どうしても時間が欲しいですね、拡散する時間ですね。でそうするとどうしても大面積化する必要がありますね。面積に比例して、拡散時間、通過時間が長くなりますね。でそれだと拡散面積が増えますよね。透過するというか透過しうる穴の数が増えるわけですから。ということで HD はやはり大面積化に行くしかないと思いますね。でそういうことがあります。で HDF は、5希釈の場合は高血流、それから高炉化って分かりやすいんですけど、全希釈はちょっとこう複雑になるんで、そのバランスを取りながらいいところを探していかないといけないんですね。で、まあ、そういうふうに、それぞれ進化の方向が違うわけですけれども、大面積化っていうところでは共通していると思いますね。で、あとですね、その HDF、HF っていうのは、その皆さんのそのろ過でこう希釈だったら 80ml パーミネットで全希釈だったら 250ml マーメレットぐらいが相場と思われてますよね。だけどそんなもんじゃないですよ。透水性高かったらもっともっといけるんですよ。でそれを今膜がないから皆さん知らないだけなんです。で昔はあったんです。で昔ですね、ポリアミドの 2.1 平米というのがあったんです。これ強烈で、ろ過なんて全希釈で350取れるし、5希釈でも100超えて取れるんですよ。で何にも起こらないですよ、劣化もない。それぐらいやっぱり強力な透水性持ってたんですね。でだからもう僕はそのポリスホーンでもそういうのができるのかなと思ってたんですけど、全然追いつかなかったですね、結果的には。で、それぞれちょっとこう端折りましたけど、進化したら条件がどうなるかっていうと、まあ、HD では 2.5 平米、血流は200から250から、透析液流量は500、それから5希釈 HDF でもやっぱり 2.5 平米、血流これは300、で、ろ過速度110。でこれは透析液流量は300、400に落とします。落とさんとはちょっとアミノ酸抜けすぎるんですね。それからあと全希釈の場合も 2.5 平米。でこの場合は血流250から300。からろ過速度は350。で透析液流量、これもちょっと落として400から500ぐらいでいいと思います。でこういうような、比較がですね、
ハイパーマンスメンブレンとか HBM 研究会出て、あ、HDF 研究会出てきたら面白いけど、まあ今のレベルっていうのは別に大したものじゃなくて、そんなやったらまあする前から大体分かってるよっていうようなのが多いから、ぜひやっぱりこういうことができるんだっていうことを知っておいてほしいんですね。知らないからみんなこういうとこ目指さないと思うんですよ。なんか幕にはなんか限界があって今ぐらいが相場なんだろうと皆さん思ってるんですね。そんなことはないんです。これぐらいやったらまあそれぞれ進化したなっていう感じなんですね。だけど全然なんか HD も HDF もそこまで来とらんっていうのが率直な印象ですね。だからぜひ皆さん頑張ってそういうものを作っていただけたらと思います。だから、まあ、今日お話ししましたトピックで、まあ、ちょっと耳慣れない言葉がありましたので、谷間領域とかシャントコーとかシャントポアですね、そういったのの存在、それからあと、アルビミンの代謝改善、これは非常に重要で、もう一応4グラムを標準というふうに提唱したいと思います。それから、あと、まあ、限界とか PS の問題とか、HD と HDF のそれぞれの発展の方向性というような話をしました。で、最後の1枚で提言ですけど、既存のヒモダイヤフィルターは透水性シャント孔の根絶に変える余地があると、まあ、進化ははっきりと停滞しています。だからここを何とかしていただきたいと思います。だからヘモダイアフィルターっていうのはそれぞれ想定する治療条件があるんで、やはりメーカーさんは堂々とこれは何用だということを、全希釈とか5希釈で何リッターぐらいのろ過を想定しているということはやっぱりはっきりと明示すべきだと思います。そうしないとやっぱりおかしなことになると思います。混用しちゃうとですね、危険もあるし効果が得られないということもあります。それからあと、すいません、アルミは4グラムですね。から高齢者は特にアミノ酸配慮も損失も配慮する。から、吸着性能っていうのもやはりまだまだ考えてみてもいいテーマじゃないかなと思います。から大面積化は流れだろうと。で、PS マーク以外の材質はもし PS と匹敵するような性能があったら絶対僕はリバイバルで人気出てくると思います。密かに PS 嫌いという人多いですから、そこは注意しておかないといけません。だから PS で生きていくんだったら、タマクを圧倒する性能がないと僕は生きていけないと思います。同じだったらだんだんへつられていくと思います。それから、ただですね、インカ粘膜というのが出てくる、これももう全てこうご破算なんですよね。もうだからこれを開発するというのが、まあ、一番重要な課題のような気もします。それから膜とは関係ないけど、透析液にアミノ酸を添加するとか還元投与を入れるというのも非常に重要な腎機能の、腎の補完、腎機能の補完、あるいは透析療法の不備を補うものだと思いますので、これもやはり早急にやらないといけないと思います。以上です。ありがとうございました。